おはようございます。では今日は私の方からは3点発表をさせていただきたいと思います。まず第1点目は平成25年度の政府予算に対する政策提言についてであります。徳島県ではこれまで国の概算要求、だいたい8月末締め切りと言われるわけでありますが、そこに向けて各省庁が、つまり次年度に向けての施策を考える、そこに地方からのいろいろ政策提言をヒントとしてお渡しをしようという形で、単なる陳情とかね、あるいは箇所付け要望という形ではなくて、政策の提言という形で行ってまいりました。となると大体ゴールデンウィークが明けて約1ヶ月間、このあたりがちょうどポイントとなるわけでありましてね、5月の下旬から6月の頭にかけて国に政策の提言をする、それまでの間にいろいろな卵めくって政策を考える、こうした政府予算に対しての政策提言を取りまとめてきたところでありました。今回は次年度、平成25年度に向けての徳島からの政策提言、これが取りまとまったということであります。では今回の特色はどんな点にあるのかということですが、これはもう言うまでもなく、平成24年度は復興元年となってくると、平成25年度はこれを確かな道筋にしていかなければなりませんし、復興元年といわれる平成24年度、今年度においても日本全体の閉塞感は明るくなるどころか、ますます重苦しくなって、それもそのはず、ヨーロッパをはじめとして世界中の経済、こうしたものが本当に失速をして、その結果日本が急激な歴史的最悪の円高になる、生産拠点が海外へ出てしまう、またこれに拍車をかけるのがこの夏、暑い夏が来るであろうというところでの電力の需給の逼迫、これでは日本では生産ができない、やっぱり海外出ていこうかと、こうなることによって若い皆さん方が就職ができなくなる、将来に夢と希望が持てないということで、徳島県の場合には2年連続で自殺者数、これまあ歴年で取るわけでありますけどね、平成23年、また平成22年と全国で自殺者数は一番少なかった、特に平成23年は人口10万人あたりでも日本で2番目に少なかったわけでありまして、こうした徳島においても昨今では若い皆さんの自殺が全国の傾向同様本当に増えてきているところでありまして、その原因の究明も急いでいるところでありますが、この点について多くの声として聞かれるのは、やはり就活での失敗、これが大きな要因である、暗い影を投げかけている、このようにも言われております。ということで、この就活についてはもちろんのこと、新卒者というだけではなくて、大体30代までの皆さん方がね、その会社でリストラに遭ってしまったと、そしてまた就活をしなければいけない、ここで再び受け花をくじかれてしまった、こうした点が大きな要因ではないだろうかと今言われてもいるところでありまして、こうした対策も急がれるところであります。ということで、多くの実は課題が徳島、いわゆる地方から起こる課題先進地域と言われているわけでありまして、この課題先進地域である徳島からその解決の処方箋、この案といったものを国に提案をしていく、いわば課題解決の先進圏になっていこうと、今回は大きく3つのキーワード、これに持って提言をまとめております。言うまでもなく、この1000年に一度の大震災は起こる、これを我々はまざまざと体感をさせられた、実感をさせられたわけでありました。東海、東南海、南海、いや首都直下型、あるいは日向灘、4連動、こうしたものが起こるんではないか、起こるであろうと、これをいかに迎え撃っていくのか、つまり県民の皆さんの安全安心対策、これが一つ、それから今も申し上げたこの世界的に厳しい経済雇用情勢、これをなんとか解決をすることはできないだろうか、糸口をつかむことができないだろうか、突破口を開けないだろうかと、経済雇用対策が2つ目、そしてやはり若い皆さん方をはじめとして将来に夢と希望が持てる高齢者の皆さんには、やはり安らぎを安心をといった点がありまして、エネルギー問題、あるいは今政権が一丁目一番地と言っている地域主権改革、国の出先機関を丸ごと地方にどう移管をしていくのか、
また大都市部と地方部とで格差がどんどん広がっている、もっと言うと東京の一人勝ちとも言われているところでありまして、この地域間格差をいかに埋めるのか、特に国によって作られたその格差をなんとか打破することができないだろうか、一番象徴的であったのが、我々として夢の駆け足と言われていた恩賜華経、あまりにも高い料金で、結果として平成の大関所、一番雇用吸収力の高い自動車の組み立て工場も四国四県一つもない、またコンビニエンス業界で一番流通コストに厳しいトップ企業が四国に一つもない、まあ、こうしたことが結局大卒者の6割を県外就職せざるを得なくするというね、まあ、これを何とか打破できないのか、これもまさに国によって作られた格差ということで、ここは岐阜県市あるいは関西広域連合、全国知事から挙げてですね、なんとか対応して平成26年度から全国プール制を目指していくという方向で、ここは国と関係する府県市といったところは合意ができたんですけどね、なんせ法律を作らなきゃならないということになりますと、今後の全国の理解も必要となると。しかしこれを一つの成功体験として、こうした国によって作られた地位間格差といったものを何とか是正することはできないだろうか、いわば宝の島徳島からの日本再生と、この大きく3つでもって施策提言を取りまとめさせていただきました。そうした意味で徳島県内以外、特に県内における多くの声や知恵をしっかりとしたためた形で、以下具体的な内容についてご紹介をしていきたいと思います。まずは1番目の柱となる安全安心対策、もうこれは言うまでもなく3年同地震、これを想定外という言葉を繰り返すことなく迎え撃つんだ、そうした意味での国を挙げて新たな措置法をぜひ作ってもらいたい、これは制度においてもそうでありますし、あるいは財政措置といった点でもこれは急ピッチで行わなければいけない、いやこんなところにお金かけてと三連堂エリア以外の方が思われるかもしれませんが、これはまさに今回の東日本大震災あるいは阪神淡路起こってから復旧をするのでは、最初に防御をする災害予防を講じた時のコストから考えると、大体これまでの過去例から見ると100倍の格差がある、つまり1のコストで100のコストを縮減することができる、しかも国民の皆さんの生命財産を守った上で最小限の被害でと、そうした点がありますので、この三連堂地震対策を強力に進めるさまざまな提言を今回入れさせていただいておりますし、また高速道路やいわゆる緊急輸送道路などという、道路のこの施設、東日本大震災では名取川、それから畑を飲み込んでいく2条の津波を仙台東部道路が食い止めた、高速道路の乗り面が陸の防潮堤となるとともに、多くの宮城県民の皆さん方の避難場所として命をまた財産を救うこととなったわけでありまして、この高速道路あるいは主要幹線道路といったもの、またその付帯施設、例えばサービスエリア、パーキングエリア、こうしたところの利活用といったもの、また盛り土の場所の避難場所としての利活用、全国で最初にこれも調停が結ばれたのはネクスコ西日本と徳島市と徳島県ということでね、徳島市の川内工区の部分ということでありますので、こうした点を全国にもぜひ発信をしていこう、国に考えていただこうということであります。次に大きな2番目の柱の経済雇用対策であります。ここについては特に環境エネルギー、特にエネルギーですよね、この電力の需給が逼迫をして計画停電、なんといっても東日本大震災で東京電力エリアでは現に計画停電を行った、避難所の電気も消された、工場もバジン、病院もと、こうなったわけでありまして、これは大変な混乱を生んだところであります。しかしこうした教訓はすでにあるわけでありますので、我々としてそれをどうこれも迎え撃つのか備えるのか、こうした点についてまず国にもしっかりと協力をしてもらう、あるいは施策を打ち出してもらうと、こうした点が今回したためているところでありますし、また健康だとかあるいは環境という新しい産業、いわゆる先端産業とか
成長戦略といったもの、こうしたものに取り組んでいく大企業中心というだけではなくて、全国にある中小企業、なんといっても徳島は 99.9% が中小企業の皆さんになりますので、こうした中小企業の皆さん方が新しい新成長戦略のその分野に乗り出していけるためのさまざまな技術支援、財政支援、こうしたものを今こそ行うべきでないであろうかと、まあ、こうした点についての提言をしたためております。そして最後3番目となりますが、徳島からの日本再生策についてでありますが、今回東北の公共交通機関としての大動脈2つ、1つは何といっても高速道路、これが串の葉作戦ということで、背骨がきっちりとできたので、この高速道路からそれぞれの被災地に向けての道路をどんどん伸ばす、これによって救援救助、さらには復興、大いに役立つんだ串の葉作戦、国が名付けました。じゃあ我々四国あるいは山陰地方といった高速道路がまだないエリア、災害救援救助あるいは復旧といった場合に大丈夫だろうか。これはまさに串の葉の串がないわけでありまして、いわゆるこれが高速道路のまだ通っていない、まあ、ミッシングリンクと呼んでいますが、まあ、こうした点についてとにかく急がなければいけないということ、それからもう一つは東北新幹線が寸断をされました。まあ、こうなるとやはり大動脈である公共交通機関、ここが途絶をすることによっての経済活動が止まってしまう。じゃあ日本最大の大動脈である東海道新幹線がもし首都直下型三連動で途絶をした場合どうなるか、これは多くの経済学者も言われているように日本は終わります。そこでこれについての代替手段、つまりこれをリダンダンシーと呼んでいますが、これについては今整備を進めている北陸新幹線、まあ、いよいよ福井からどう今度は京都市が大阪に持ってくるのか、こう言われているわけでありますが、これが急ピッチで急がれる。さらには JR 東海が自ら自腹を切って対応しようということでの中央リニア、まあ、しかしこれも時間がかかる。しかし方向性は示されたんですね。まあ、今回鹿児島まで九州新幹線が伸びました。まあ、これによって特に表九州と言われる西九州地方ですね、熊本あるいは鹿児島といったところ、ものすごく景気良くなった、観光客がどんどん来ると。まあ、しかしこの九州新幹線も山陽新幹線がその間を、つまり大阪から東京までの太平洋ベルト地帯を東海道新幹線とともに結んでるからこそ大動脈であり得るわけでありまして、もし仮に山陽新幹線が途絶をしてしまった場合には九州新幹線は孤立をすることとなるわけでありまして、まあ、この山陽新幹線のリダンダンシー、いわゆる代替機能手段といったものも今まさに考えなければならない時期に来たんではないか。この日本全体の安全度を高めるといった観点では今こそここを提言をしていくべき時に差し掛かったということで、まあ、かつて計画をされた四国新幹線、またこれを同近畿の方とまた九州大分の方宮崎の方と結んでいくのか、まあ、こうした点についてまず提言をすべきではないだろうか。そしてこれによってこの日本全体の国のグランドデザイン、将来やはり日本の国土としてどこも使わないでいい場所があっていいわけではないわけでありますので、四国も九州もあるいは中国地方も東北地方も北海道もと、全国をやはりくまなく高速交通も公共交通機関で、そしてもしいざ発災となった場合の代替手段として、さらにはこの国の将来に向けての大きなグランドデザインとして今こそ四国新幹線をそののろしとして上げていく必要があるんじゃないかと、まあ、このように考えております。まあ、こうした点で、まあ、今回大きなこれまでにないような話、これもこれまで政策提言を行いその成果を我々として実感ができるものがいくつか出てきたといった観点で大胆に提言をさせていただいております。まあ、今回は全部で合わせて77項目の提言となっております。まあ、できましたら5月の31日私自身が関係する各省庁の大臣をはじめとする
政務三役の方に提言を行っていきたいなと考えております、まあ、少し1番目大きい話題でありますので長くなりました。次に2番目、今度は社会福祉施設など6団体との災害時の総合応援協定の締結についてであります、まあ、東日本大震災多くの教訓を得たわけでありますし、また現地には多くの関係する各分野の職員の皆さんが活躍をしていただいたところでありました。その場での実態感からの多くの提言がなされております。そこで特に県職員の皆さんからの報告の中にも、高齢者の皆さん、また障害者の皆さん、災害時には一人でなかなか避難することが難しいといういわゆる災害弱者とも言われておりますが、この要援護者の皆さん方、入所する施設がもし仮に被災をした場合に、入所されている皆さんの新たな施設での受け入れ、また被災施設や受け入れ施設での生活物資、さらにはマンパワー不足への対応といった課題、また一般的な避難所での生活が困難、要援護の皆様方に対しての耐震また耐火性、備えたバリアフリー化を特にされた福祉避難所の数の不足、これも実は課題として挙げられたところであります、こうした課題を提言をしっかりと受け止めて、そして対応をしていこうということで、今回も被災者支援のために特に県内の社会福祉施設の方からも208名の皆さん方に被災地に赴いていただきました、そして被災地における介護、また生活相談などの支援活動を通じまして、被災地の要援護者の皆様方のいろいろなお力添えをしていただいたところであります、そこで今度は場所を移して三連の地震が仮に起こった場合の、そうした今回の課題を喫緊の課題と我々としては捉えまして、そしてこの施設の職員の皆様方の力をぜひ結集をしていただきまして、その対応を行っていこうというのが今回の協定の締結ということであります。6月の1日にこの災害時総合応援協定を締結する運びとなりました、協定の主な中身について少し触れたいと思います。まず1番目には、被災をされた施設に対する生活物資の提供、また介護職員をはじめとする応援職員の派遣、2つ目としては被災をされた施設、こちらの入所者あるいは子どもさんもいますので、入所時の受け入れ、また受け入れた施設に対しての応援職員の派遣、さらには3番目として福祉避難所、この事前指定、これが最初にされていないと、いざ発災となった場合に混乱をきたすというのが今回の実は課題でありましたので、この事前指定へのご協力をいただくといったこと、また福祉避難所あるいは開設後の応援職員の派遣を今回盛り込まさせていただいているところであります。今回の協定につきましては、まず高齢者の施設の関係からは3団体の皆さんに、また障害者関係施設の皆さんからは2団体の皆さんに、そして児童関係からは1団体の方に、合わせて6団体のご賛同をいただいているところであります、県がこの高齢者、障害者、そして児童の各団体にまたがりまして、締結を協定として行うということは全国的にもまだ例がないところでありました。いわば今回の東日本大震災、その教訓から得た対応策の一つであります。またいざ発災となった場合の社会福祉施設などが相互応援協定、これを活動を実際に行っていただくに際しまして、個々の施設がそれぞれの応援の相手先を探すというのは、これは困難ということになります。そこで応援の調整については、東日本大震災でも関西広域連合、徳島県が医療のコーディネーターのも務めたということから、県が今回も行うこととさせていただきまして、応援の指揮また連絡調整には今年度から新たに配置いたしております介護福祉コーディネーターの皆さんに当たっていただくことといたしております、そして情報を集約をすることによりまして、必要とされている支援、また提供可能な支援の種類ですとか、あるいは量といったもの、これを把握をすることができまして、
まあ、なんとか適切な調整が可能になるのではないだろうか、まあ、このように考えておりました。まあ、三連同地震に対するいわゆる要援護の皆様方、災害弱者の皆様方に対しての対応を行っていければと考えております。次に3番目、地域がキャンパス事業の実施についてであります。まあ、県南県域、とりわけ海域におきましては、若者の皆さん方の県外流出、いわゆる過疎化、高齢化が進行しておりまして、これに伴って地域の活力が低下をしているとも指摘をされ、懸念がされているところであります。じゃあ、こうした地域にとりまして、若者はもちろんのこと時代を担う貴重な人材であるだけではなくて、地域住民の皆さんと若者の皆さんが日々触れ合うといったことも、これは大きな活力を生むことと言われておりました。そうした意味では若い皆さんがその外部に行っていただくことによって、若者ならではの感性、アイディアといったものが生まれて、新たな地域活性化策、こうしたものが生まれるのではないか、新たな気づきが生まれるとも言われております。まあ、そこで今年度、地域住民の皆さんと若者の皆さんが共同共に力を合わせるというですね、共同して地域の魅力を掘り起こすためのいわゆる地域活性化に取り組んでいただくということ、また若い世代の皆さん方が地域の魅力をぜひ知っていただいて、地域への理解を促していただくとともに、ぜひ関心興味を持っていただこう、まあ、こうしたことを目的として、地域の皆さん、また大学、そして行政、これが連携をいたしました地域がキャンパス、まあ、この事業を推進をしていこうと考えております。まあ、ちなみに具体的に大学は、そのラインナップは四国大学の皆さん、徳島文理大学の両大学の皆さん方に、南城高実証フィールドとして、いわゆる南城大学のキャンパスと見立てて、講座をそれぞれ2つずつ計4つ行っていただき、これをまた大学におけるカリキュラムと位置づけていただこうと。学生の皆さんにとっては、当然この講座を受けることによって単位を取得することができるということになります。まあ、この授業の初回といたしまして、6月の2日土曜日、3日日曜日の両日、四国大学文学部の学生30名の皆さん方が、四国霊場23番札所薬王寺さんにおいて、過去に公開されたことのない仏画、あるいは襖絵、また屏風などのいわゆる文化財、ね、私も見ていたんですよね。これについて調査をされることとなっております。いわば地元が誇りうる文化の再発見にも、若い感性とコラボレーションになってつながること、つなげることができるんではないか、大いに期待を寄せているところであります。また徳島文理大学の皆さんとの共同といった観点では、6月の14日木曜日と28日の木曜日、総合政策学部の学生さん約90名が、天然記念物、いわゆる有名なものですね、大浜海岸の赤ウミガメの保護活動、また伝統花火、赤松神社の奉納吹筒花火ですよね、この保存活動など、南町におけるまさに地域資源の活用について、若い感性と合わせた形での研究を行っていただくものであります。まあ、これら以外にも、両大学の学生の皆さんが旧雪町における、まあ、こちらのフィールドは、また南町全体をフィールドワーク、フィールドにした卒業研究、またさらには文化財の調査の報告会や、あるいは研究成果をテーマとしたシンポジウムの開催も予定をされているところであります。まあ、この事業を通じることによりまして、地域住民の皆さんと学生の皆さんたちが、まさに地域の課題を自らのものとして共有をしていただく、そして学生の皆さん方には地域で学び、そして実際に行動に移していただく、ただ単に机上で学ぶだけではなく、これはフィールドワークでいいことですね。これによって若者の目という新しい感性、価値観、これから地域の課題に対するまさに解決策や、地域ならではの潜在力をぜひ引き出していただきたい、そして地域が活性をするそのきっかけを、この事業から生み出していただければな、大いに期待をするところであります。以上、私の方からは3点です。よろしくお願いをいたします。
それでは、今から発表事項について質問をお願いします。すみません、四国新幹線について伺いたいんですけれども、まずルートについて、具体的にはこうどういうルートを想定して、もう改めて、はい、まあ、これ、昭和48年にね、このルートというものが打ち出されて、この時には大阪市を起点として、まあ、淡路島を通る、まあ、淡路島と書いてあるかな、大阪市を起点として、そして徳島市、高松市、松山市、大分市と、まあ、こういうルートが定められますね。でその10年後となる昭和58年に具体的に2ルートで調査が行われました。これは明石海峡ルートと紀淡海峡ルート、この2つで調査が行われたんですが、残念ながらその後日本全体の財政が厳しくなったと、経済がちょっと厳しくなったということで沙汰闇となってしまった、まあ、昔よくね紀淡海峡そして東洋海峡、これを第二国土塾などとも呼んだところでね、毎年のように予算を計上してきたところでありますが、こうした動き、機運といったものもこのルートが定められないということもあって低下をしてしまったということなんですね。ですから今回のそのルートをどうというよりも、この東海道新幹線から山陽新幹線に至るその代替機能として、今回四国を通る、もちろんこれがどういう後ルートを通っていくのか、過去のようなルートになるのか、あるいは今リニアモーター名古屋までだいたいルート決まったところなんですが、名古屋から大阪までどうするのか、場合によってはこれは関西空港に結ぼうとかね、もし関空に結ぶということになったらリニアでもって、あるいは関空へ新幹線で引っ張っていくと、リニアから厳しければね、こういうのも実はあるんで、そうすると、まあ、例えば紀淡海峡ルートの、まあ、いろいろ応用系ということも考えられるわけでありまして、そして、まあ、我々だけでどのルートでやるべきだということではなく、この四国を新幹線を通るルートとしてしっかりと法を定めていく必要があるのではないか、あくまでも四国の活性化というだけの話ではなくて、九州含むいわゆるこの山陽新幹線が途絶をした場合の代替機能として役割を果たしていく、まあ、どこで地震が起こるかわからない、今では日本海側で大きな地震が起こるのではないかとも言われていますので、ね、まあ、そうしたこの動きといったものをまず徳島から声を出して、これによって四国あるいは対岸の中国、九州そして近畿のですね、こうした皆さんとどう活動を共にしていけるのか、仲間を集えるのかね、でも誰かがやっぱりまず言わないことにはね、こんなご時世にっていう声も多くきっと出てくると思いますので、まずその先鞭を高速道路の時のように徳島からつけてみようと、今こそだと。以上です。関連で、今ルートのお話なんですけども、去年の夏ですかね、4系列なんか一緒に、赤字懇談会が、国の提言として、やっぱり四国新幹線の整備というのをお伝えされてますけども、そこでは岡山から橋を経由するルートの整備計画の実現を目指すというふうに明確にされてますけども、ほとんど整備説明が多いですね。これも決して否定するものではなくて、まあ、従来はそこのところというのではなくて、明石海峡大橋ね、なんといっても大鳴門橋は新幹線が今でも走れるようになっているわけですので、まあ、この明石海峡が新幹線仕様にしなかったといったことが一つのあれ、このルートは厳しいなということになってしまったんですね。まあ、そこでじゃあ瀬戸大橋も少し広げれば、これは後期という、まあ、標準期というか新幹線をね走らすことができるということで、フリーゲージの話がまあ出てきたところなんですね。しかしこのフリーゲージ、ここのルートの部分よりは先に今北陸新幹線でフリーゲージ入れようと、実はこれは近畿知事会とかあるいは関西広域連合の中で議論になっている。で、多くの関係する知事たちが言うには、フリーゲージでは実は新幹線をフリーゲージにしてしまうと在来線と同じスピードなんですね。つまり新幹線の車体ではあるけど新幹線ってない、これがあんまり意味がないじゃないだろうということで、まあ、そうなってくるとやはり本家本元のかつての一番経済的なことを考えずに、まずどうあるべきかという原点で考えたのがまさにこのルートであるわけですので、それをここであえて言うべきではないだろうか。もちろんじゃあそれを具現化していくための財源はどうするんだとかね、そうしたものもあるわけですけど、今整備新幹線の一応財源構成ルールといったものはあるわけです。
ので、当然このフリーゲージとしての部分を否定するものではなくて、そこも結局は例えば山陽新幹線と四国新幹線を結ぶルートにもなるわけでありますのでね、そこも立派な代替機能手段となりますから、そうしたものを含める中で一体どれが一番現実的なものなのか、そして将来のこの国土軸をしっかりと支えるものとして何が望ましいのか、あるいはお金だけでこう考えてしまうと将来見合わないということになりますので、あらゆる可能性を否定をしない、逆に言うと今のルートの部分については、やはりこれまでの間もフリーゲージでということでいろいろ検討してましたのでね、まあ、そういったものを全部含める形になってくるんじゃない。ただまず徳島として言わなきゃいけないのは、過去あった、まあ、眠らされているというかね、お金の点でそれを今こそ新しいリダンダンシー代替機能手段といったもの、これがクローズアップをされてくる中で、あるいは東京のバックアップ機能をどう作っていくのかといったことの中で、今回は提言をしていこうということです。で今回その提言を盛り込まれたのは、有価と分散会の提言にが提言したというのを踏まえ受けて、いや、見てるじゃないですか。あくまでも本来あるべき姿に一遍変えてみるべきじゃないか。もちろんそのあり方でやってきてるっていうのは一つあるんですよ。だからおそらく徳島がこうしたことを打ち上げることによって、まだ眠っているルートっていうのは実はあるんです。例えばかつての山陽に対してのもう一つの対抗手段としてあるのが山陰新幹線で、今もオバマまで北陸新幹線を持ってこようとした場合に、そこからただ単に南へ下っていくのか、あるいはそのまま京都の北岸日本海側を通って兵庫県を通って、そして鳥取へ抜けて、あるいは島根を抜いていくと、これがいわゆる山陰新幹線のルートですね。これもこの第二国土軸と言われたね、四国新幹線、あるいはまああえて言うは南海道新幹線というのかな、まあ、そういったところと並行して計画をされた、まあ、そうした新幹線のルートですから、おそらく27年の4月、これは函館に整備新幹線が行くときなんですよね。そうなると、この整備新幹線という国のスキーム、財政スキームといったものはおそらく終わるだろうというのは、リニアで、中央リニアで JR 東海が全部、これは JR 東海でお金を負担すると。もちろん融資制ではなかったというのはあるんですけどね。そうなってきた場合に、じゃあ JR 四国が、JR 九州が、単独でリニアを作れるか、それはなかなか厳しいんじゃないか。それから JR 四国だけのことを考えた場合でも、今は三島海系、あるいは三島機系ということでね、経営の厳しい北海道、四国、九州、ここでいろいろな財政支援、税制支援といったものが行われているわけでしてね、まあ、そういったものがいつまでも続けるかどうかね、ここはとなってくると、やはり自活をするためにはドル箱がいる。でも九州、JR 九州にはとうとう九州新幹線できてるね。で、JR 北海道も函館まで行くだろう。じゃないのは JR 四国だけになっちゃう。じゃドル箱がないまま在来線をどう維持するのか、これは厳しい。はっきり言って。だからやっぱり JR 四国の経営、あるいは将来のいろいろな在来線を維持していく、まあ、こうしたことを考えると JR 四国の中にも新幹線がないと、これは厳しいだろうと、経営上の問題として。また他のところには国策として全部新幹線を作ってあげたのにね、なんで JR 四国だけないのと。これもやはり国によって作られたまさに格差になるわけでありますので、ここはなかなか JR 四国が言っていけないということであれば、やっぱり我々が言っていく、これは義務があるんじゃないかと思うんですね。ましては高速道路の全国一律化っていったものの日数をつけた以上、これは JR 四国にとってははっきり言ってもマイナスになるわけですからね。一見は、まあ、それによってたくさんの観光客が来てくれれば、次はじゃあ JR で来ようという人もいるかもしれないけど、だからそういった点についてはやっぱり我々としても JR 四国のドル箱をしっかり作ると、これは別の目的ではあるんですけど、それは当然ある。だから今回の四国新幹線を打ち上げようというのは、大体山陽新幹線、あるいはこの国の大動脈の代替機能としてということ、あるいはこの国の将来の高速交通体系の在り方としてどうあるべきか、やはり使わないでいい場所があっていいわけはないだろうと、
この大きな2つの目的ではあるわけですけど、この JR 四国の体力をしっかりと持ってもらう、ドル箱を作ってもらう、これによって四国隅々にまで公共交通機関としての JR 在来線がしっかりと維持して、できれば高速化を図っていただけるような、それも大きな目的の一つに入っている。ただこれはあまり言っちゃうと、それは地域エゴではないですかと、高速道路最初私が言った時に、それは徳島四国だけの問題でしょって言われたじゃないですか。あれと同じことになってしまうんでね。ただそれは当然のことあると。しかしやっぱりまずこの国全体のことを提言をする中で、そして同時に四国も発展をしていくと、こういう手法をぜひ取っていきたいなと。関係団体 の協力を得る必要が出てくると思うんですけれども、現時点でその各県知事はですね、何か働きかけを行っているということはあるんでしょうか。まあこれからですよね。やっぱりこうどっかがのろしを上げないとあれですから、まだまだ未知数ですね。これに関してその地元、例えば徳島内でなんか調査の調査を進める団体を、まあ、県庁内なのかわからないんですけれども、その立ち上げるとか、何かそういうのを考えているでしょうか。そうですね、まずは国がどういう反応をするかというのを見てみないとね、全くそれは滋賀にもかけないということになってしまうのであれば、少し作戦を変えなきゃならないこともあるでしょうし、まずはこれ国策としての話、国への提言という形で進めていきますので、その感触といったものも、あるいは関係する団体の理解を広めれる大きなきっかけになると、ね、国もそりゃそうですよねと、この国のグランドデザインと、それからこの国のバックアップ機能ですね、まあ、こうした点が必要になるんですよねと、まあ、そうなれば話はだいぶ変わってくる、まあ、現に先般全国東京で、ね、行われた知事会の場ではこの話をさせていただいて、これはまさにこの国のグランドデザインの関係と、もう一つは政権公約、これは鳥取の平井知事さんが委員長をやっておられるんですけどね、その項目が示されたんですが、その中でこの国のバックアップ機能の中に二段段し、つまり代替機能といったものをしっかりと位置づけるべきだと、ただ単にバックアップというだけでは分かりづらいんでね、まあ、これに対しては平井知事さんの方から前向きに進めていきたいというふうに言われてますから、これはそれぞれの政党に対してのいわゆる提言ということにもなってきますので、まあ、徳島としてはそういう全国知事会議での動きはまずはのろしを上げさせてもらってるんですよね。具体的に四国新幹線であるということを言ったのは今日が初めてということになります。まあ、環境というものは作りつつありますが、まあ、具体的にそれが何であるかというのは今日がキックオフということになります。すみません、国交省がですね、2008年にこの調査に関しては打ち切ってるんですけれども、まあ、その時の理由が、まあ、ちょこちょこっと調べたところは、その早期着工の見込みがないとかですね、まあまあ、その無駄じゃないかと国会で野党から批判されたっていう経緯もあったんですけれども、要は現在はその時の状況とは変わったっていうご認識でいらっしゃるんでしょうか。もうこれは言うまでだと、昨年の311ですよ。まあ、あれによって東北新幹線がいわゆる寸断されてしまったと。いわゆる公共交通機関が大動脈が止まった。じゃあこれを東海道新幹線に振り向けたらどうなるかということで、みんな心配したんですよね。まあ、新幹線だから心配したってわけじゃないんだけど、まあ、それで当然このリダンダンシーというね、代替機能をどうするかということが実は今どんどんこう議論になる。まあ、そうした意味では全く局面が違う。前はなんとなくその全国に新幹線を張り巡らそうという概念だったんですよね。だからそこから、いや違うと、経済の大動脈、そのためには必ず代替機能、リダンダンシーがいるんだということを日本人はまざまざと、これは海外を含めてですけどね、実感させられたわけですので、当然まずそれを考える、これは今までその要素はなかった。でもやっぱりその論理でいくと、その南海地震で、まあ、中央活断層っていう大きな
不安もある出てくると思うんですけれども、そこら辺に関してはどのように、それだったらじゃあ例えば参院の方がいいんじゃないか。もちろんそういうのは出てくるでしょうね。だからおそらく遅刻がこういうことを言った、またたまたま政権公約の検討委員会の座長というか委員長が鳥取の平井知事さんでしたんでね、おそらく鳥取は打ち出してきますよ、山陰新幹線を。そこはね、平井知事さんだから。だからそうなった場合には当然一体どっちだっていう話が出てくるだろう。しかしそれは我々としてはまず訴状に載せなければ具現化の可能性はゼロなわけですからね。でこれによって徳島でいろんなところを触発して、それはライバルになるのかもしれないけど、それは声としては大きくなるわけですから。で多くの学者の皆さんも経済界もそりゃそうだよなということになってくれるね。でその中で結局どうなるか、そうじゃなかったらゼロでしょ。ていうか今マイナスめり込んでるわけだから。だって他の地域にみんな新幹線ができて、新幹線がないと四国だけでしょ。だからやっぱり今まで我々四国は諦めすぎて、幸福の本市産業もそうだけど、まあ、あれしょうがないんだと、3本もかけたからしょうがないとか、あれだけの莫大な出資をさせられて、他の高い料金も感受して、そして若い皆さんが働く場所があまりない、それによって若者がどんどんいわゆる人口流出を行って過疎化が進む、これもしょうがないとか、でもそれは違うだろうって、国によって作られた格差じゃないか。じゃあ四国の本市産業が全国と同じ料金、距離別料金であって、もしちゃんと四国新幹線ができていて、なおかつこの状況であれば、それはやっぱり四国の位置が悪いよねとか、四国の努力が足りないよね、これはあるんだけど、共にそのツールというかね、手段を、特急券を与えられてなくて、同行の切符だけで頑張れって、他のエリア特急どころか超特急の切符持ってるわけだから、これはないだろうって、まあその実感は皆さん持てたわけですからね。だったらこの機会にやはり四国も日本だよって、これをしっかりと打ち出すべきじゃないかと。特に若者の皆さんが将来ね、夢が持てない今の時代と言われる中で、将来の若者の皆さんのためにもね、なんであの時言っといてくれなかったんだと。おかげで整備新幹線のスキーム、仕組みといったものがなくなっちゃってからね、なんとか四国に新幹線を通そうよ、他の代替機能も全部出来上がっちゃった後にね、言ってもこれは手遅れ。やっぱり言うべき旬の時っていうのがある。ただしその時はものすごく難しいですよ。あれ今こんなこと言ったら何を考えてた知事だって言われるかもしれない。高速道路のあの料金の最初と一緒じゃないですか。ね、県内もそうだったし、あの時は県外からも徳島の知事何言ってんだってえらい言われたでしょ。でもその言い続けることによって状況は変わる。誰かがやっぱり最初はドン・キホーテになんなきゃしょうがない。それは。でもそれによって場合によって四国に新幹線はできないけど山陰にできる。その時にはきっと言われるし、徳島のおかげだって。ただどっちが有利かそれに前は分からない。ただ今まで鳥取も島根もそんなことは言ってこなかったから諦めず。しかし今こそという機運がおそらく出てきます。そう遠くなく、もう間もなく今月に鳥取でしかも近畿知事がやるんだから、まあそれをどういうふうに近畿知事会として咀嚼をするのかね、これはまた別の問題だけど、
まあ、今回沖縄県には実は北は北海道、南は九州、沖縄まで徳島県人会というのが28今あるんですね。でこの県人会の皆さん方がそれぞれの地域でふるさと徳島のことを思っていろいろ活動していただいているであれば、この皆さん方の活動を一堂に会するのがいいんではないだろうかと、まあ、私の方から提唱させていただいて、実は全国徳島県人会連合会というものが出来上がったんですね。そしてその連合会の会長さんを毎年お選びをいただいて、今は愛媛県人会、愛媛徳島県人会の本庄会長さんがなられているんですが、今年全国大会どこでやろうかといったときに、ちょうど5月の15日が沖縄県の本土復帰40周年だと、ぜひこれは沖縄の藤原県人会長さんからも沖縄でやろうというご提唱をいただきまして、実は沖縄で全国徳島県人会連合会の総会、これを行ったんですね。まあ、ここに私と柏本県会議長さんと共に、まあ、代表として行ってまいりまして、まあ、この会の前に、まあ、当然沖縄に行ったわけだから中井真知さん表敬訪問しないとね、まあ、昔の平成12年の名護の沖縄サミットの時、またその準備をする委員会の委員長さんが中井さんで、まあ、私が郵政省の代表だったもんですからね、名護のマルチメディア館、この中に沖縄で2番目のコールセンターを作る、当時は IT という言葉がなかったので、今もマルチメディア館という名前になるんです。マルチメディアアイランド構想というものをね、沖縄県庁の皆さんと平成10年の9月作ったりとか、まあ、こういう形で半年間、まあ、沖縄も通い詰めた、まあ、そうした中でもありまして、まあ、共に今知事になっているということでね、まあ、当時知事さんになられたのが稲嶺知事さんだったんですけど、稲嶺知事さんから沖縄のやっぱり若い女性が誇りを持って働く場所を作ってくれと、まあ、これは小渕総理がとにかく沖縄さんでやるんだって言ったというね。で沖縄県庁当時11年の時でしたけどね、お邪魔した時そう言われまして、ね、それでコールセンター、データセンターというものを沖縄に集中しようと、今では274のコールセンター、データセンター、これが沖縄県にあるんですね。まあ、いわば日本の ICT 中核拠点が沖縄、しかもアメリカから沖縄を通って中国、これは US チャイナラインというすごい太いインターネットの主要回線がそこに上がってますね。まあ、当時我々が提唱したのはここにインターネットエクスチェンジ IX というこれを作ろう、これだと日本ネット全体にギガビットネットワークというね、それを作る NTT C がコミュニケーションがやってもらうことになるんです。これをつなげようというね、こういう壮大な妄想を我々分かってないかなと言って、お、期待全部集中するんだ、まあ、これをずっと盛り上げた中でもありましたのでね、まあ、その後どんな感じになったかなと、13年ぶりに沖縄県知事になりましてね、で今度は中井真知事さんと話をしました。まあ、IT のそのすごいぶりね、こういったものも意見交換をした。そして当然のことながら中井真知事さんずっとほら狩り牛でしょ、だからね、藍染めのね狩り牛といってから、あれ狩牛って沖縄県で作られたものだけが狩牛らしいんで、狩牛風の藍染めのシャツをね、しかも中山さんだけのものを作って、で中山さんからは私に狩牛を送りました。これ井口に似合うのかなって、これつまったってくれて、で私が差し上げた、いや前自分の着てた狩牛と街中で全く同じ狩牛着てる人がいる、これ他にこの藍染めのことはないよねって言ったら、いやもうこれデザインもね、もう中山さんオンリーワンよって言って、デーゲの花とね、それと沖縄はやっぱ海の象徴だと、波頭だと、そして徳島だから当然鳴門渦ね、これを合わせた模様をね、バーンと中井馬って書いてあって、この藍染めのシャツを贈呈させていただいたんですけどね。まあ、そうした中で中山知事さんから話が出たのは、まあ、おかげで沖縄も本当に経済上がっていくと、でかつての悲願だった一人当たりの県民所得、これはもちろん県民お一人お一人の所得だけではなくて、その県内の企業の所得も入れるわけなんですけどね、まあ、雇用再開をとうとう出したと、だから今度は日本の真ん中くらいを目指そうと、そこでマスコミ皆さんたくさん言ったから、中山さんが言ったら我々は徳島を目指すんだってこう言われたんですよ。で徳島は真ん中くらいでしょって言うから、中山さんそれ1年前のデータと違うの、え25位じゃないのって言うから、いやいやそれはうちなんて今は香川県さんがそこだよって、うちね19位ってこう言ったら、少しね藍染めの服を持ってましたから顔が青く見えるんですけどね、
まあ、でも、いや、今日、いや、もう時は目指すんだっていう話で、まあ、大いにお互い盛り上がって、そして沖縄と徳島との関わりね、一番最初は何と言っても、大鳴門橋の最初の提唱者、中川虎之助衆議院議員さんね、まあ、この方が実は石垣に里送りの製陶場を作ろう、それを作って、でそれをこちらへ持ってきて、いわゆる上板の和三本島ね、和三本島、阿波三本島を作ろう、まあ、こうしたところで今では石垣の一大産業というのは製陶技術ね、お砂糖を作る、これは徳島の長谷さんが提唱されたということで、2000年には石垣市と上板町とでゆかりの町ということで有効提携しているとかね、あれちょうどね修学旅行の時期でしてね、飛行機も余計中学生とか高校生に乗っておられて、そしたら向こう行った時に、いや沖縄でね8時って言われると思わなかったんだけど、8時だってどこの子って、だから阿波中の子供さんたちだったんですよね。というのは実は小中高校生で沖縄県に修学旅行に行っている数、一番多いのがね岡山県なんですよ。で2番目が奈良県、3番目が滋賀県、そしてなんと第4位がね徳島県。しかも中学校だけに限ると年上で変わるんですけどね、1番か2番が徳島県、まあ、こういう話をしたらもう中山先生さん、いやありがとうって沖縄の経済で支えていただいて、しかも若い子たちに応援来てくれてありがとうってね、でこんなわけでもう一つ、いやでも、ね、こっちもありがとうって言わないかんですよって、大学生はね沖縄から徳島に応援来てくれてるんですよって、徳島文理大学ね、四国の大学だからもちろんのことながら1番から4番は四国4県なんだけど、第5位がなんと沖縄県、197名も今年はおられて大学をされていて、エイサーを中心とするね、あの沖縄の民族の伝統舞踊ですね、エイサーを奏でる県人会組織が未来課題というね、この間の柏本県会議長さんの就任祝賀の会の時にも未来課題の皆さん方がアスチーで演奏されてね、という形で沖縄の伝統芸能文化を和高度の感性で徳島県に広げていただいて、例えば花春フェスタの時のコラボレーションをアウトでやったりとか、至る所で実は一緒にやるんですね。さらにはこの沖縄と徳島お互いもっともっと関係を深めようということで、なんといっても沖縄行くとね、カップヌードルは日清のカップヌードル違うからね、キッチャンヌードルだからね、徳島製粉の、でそれも話は、それは中山さんよく知ってました、いや我々金ちゃんのことをいつも食べてますって、そこで阿波を盛り上げる阿波盛りの会っていうのが発足をしましてね、最初の時に向こうから福地さん来てくれたんだけど、そこでこの会でもって沖縄の酒造組合と徳島県の酒造組合、我々は阿波の酒、向こうは沖縄の阿波盛りと、でこれをお互い交換し合おうと、そして経済交流をどんどん進めようということで今回もやります。ちょうど沖縄から戻ってきた時にね、その回もあったんですよね。まあこうした話をしたら、いやもうこれからますます徳島とは仲良くしたいなと。ちなみにその前任の稲嶺チーフさんは平成17年のちょうど三日大改革最終年総仕上げの時の全国知事会議が徳島県で行われた時に稲嶺チーフさん来られて、で2人だけでも話をしたんですよね。まあ、ご商売されたときによく僕徳島来たんですよ、ね、徳島の会い始めよう知ってますよ、だ結構沖縄の人って徳島と関係深いということで、その翌日にはね、やはり今回は本土復帰40周年でしたので平和記念のところへ行って、まあ、ここでは沖縄戦で徳島から行かれて亡くなられた兵隊さん741柱合祀されていますし、また南方戦などもで亡くなった方656柱合わせて1397柱が合祀されてますので、柏本県会議長さんと共に献花させていただきまして、でまた徳島のための徳島の塔っていうのがこれあって、県の遺族会の皆さんは毎年ねここへ訪問していただく、そして新しいその柱の皆さんがそこにまた刻んでいくんですよね、まあ、こうした活動も遺族会の人にはしていただいているところでありまして、まあ、徳島の塔に行ってこちらでも献花させていただきます、まあ、こうした実り多い沖縄での今回のね全国徳島県人会連合会での総会に出席をさせていただきました。
先日、栃木市の補正予算を発表されて、その中でも、新松西地区の再開議論をしまして、市の方は県の補助金によらずに、単独でもというふうな意向、市長が相変わったので、おっしゃられましたけれども、それを受けて、中止を願いましたけれども。これは前回の記者会見とか申し上げたように、今、市民の皆さんとの、ね、意見交換をやられて、最終市としての案をお作りになられるというふうに聞いてますので、まあ、そうした手続きが終わってから当然協議と、まあ、もちろんその知事の同意はもういらないわけですよね、法律改正、まあ、そういう形で進めさせていただきますので、まあ、今のところはまず市の中で市民の皆さんとの間で取り決めをしていただくということになります。今の段階でどうということにいう、まあ、今状況にはないなというふうに思います。県の補助金を出す余地可能性というのはどうなんですか。前回の時にこのことについてはもう方向性は原市長さんにもねお話をしていますし、まあ、我々として県の状況があの時と比べて大いに好転をしたとか変わったとかそういうことにはなっていないとっていうのは県職員の皆さんのね給与カットいわゆる禁じ手も行っている最中でもありますので、まあ、その状況というのは変わっていないなというふうには思っています。ただまだ正式に聞かれたわけではありません。よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。